はい、おはようございます。塚原農園です。今日はプラチナコーンの定食を行いたいと思います。ここのところですね、雨ばかり降っていて少し苗が徒長気味ですね。トウモロコシはですね、3.5 枚ぐらいでいつも定食しているんですが、今こちらが 1,2,3,4 5枚出ちゃってますね。少し大きめです。なかなかですね、植えられるような、畑の環境ではないということで少し遅れ気味になってます。今日はですね、夜から雨が降るとの予報が出てますので、でまた明日からですね、1週間雨マークがついてます。今年はずっとですね、雨が続いているのでなかなか作業が思うように進みません。でこちらはですね、キャベツ少しずつ箸をして、1番手2番手3番手のですね、キャベツの苗になります。前回ですね、播種をした、ものはですね、こちらですね、蘭天キャベツです。順番にですね、播種を少しずつして、で市場出荷が始まったですね、今度は本格的に播種作業が始まります。でハウスの中でね、栽培しているんですけれども、こちらですね、地元の方で露地のキャベツが収穫がですね、大体全体的に終わってきて、でキャベツの圃場を、耕し始めたので、あちこちからですね、粉蛾がハウスの中に入り込んできて、結構粉蛾の幼虫にですね、葉っぱが食べられてます。初期のですね、防除としてカスケードじゃなかった、ですね、ディアナですね、ディアナの方で対応してます。ただですね、やはり一度発生したものに対しては粉がやはり強いですね。まあこれも少しずつですね、栽培をして順次定食の方をしていきたいと思います。じゃあこれからトウモロコシのですね、定食をしていきます。はい、こちらがですね、今回、トウモロコシプラチナコーン貝ですねを植える圃場になります。今年はですね、雑草がすごいです。まあ理由としてはですね、雨が降ってばかりいるので、なかなか耕すことが、できないです。ここでですね、定食をする前にですね、今日のから遡って、2週間前と1週間前で、そして昨日ですね、また1回やったんですけど、まだですね、このようにところどころ雑草が浮いてます。で、まあ、これからですね、定食するのにマルチを張るので、もう1回耕すことになるので、だいたいですね、草は下に入ると思うんですけれども、でいつもでしたら、定食した後に、フィールドスター乳剤をですね、上にかけておりますが、雨がちょっとまた明日から今夜からですね、降る予報なので、おそらくかけない方がいいと思います。こちらはですね、キャベツが取り終えて順次ですね、耕して、また今度秋作ですね、こっちの方は秋作になります。こちらはですね、イエロー種のめぐみゴールドですね。これが一番最後の品種ですね。最後、イエロー種としては一番最後の番手となります。これは梅雨明け頃ですね。まだヒゲがこんな感じですね。ちょうど花粉ももう、出終えたので、もうこれで受粉作業は終わりました。でまた台風が発生してますね。台風4号ですね。今年はな、台風がおそらく多く来るかなっていうふうに考えているので、ちょっと上のですね、この方は
ハサミで落とすか、まあ、いつものですね、包丁で落とすかして、ちょっと軽めにしておきます。ちょっと豆腐が怖いですね。ちょうど実が大きくなる頃に大雨が降って倒れる可能性があるので、こういった時はですね、上を、雄花をですね、摘むと、風対策にもなります。今回はですね、使用するのがまた同じ生分解性マルチ返り討ちになります。923でですね、そしてこれは幅が95センチで、長さが1本を200メートル巻きになってます。まあ、セブで、一旦部、今日は一旦部でいいですね、 10R ほど定食する予定なので、まあ、返り討ち4本ぐらい使うと思います。じゃあこれからですね、このプラチナコーンの苗を定植する前に、マルチをですね張る作業をしていきます。
はい、それじゃあですね、マルチを張り終えたので、こちらの苗をですね植えていきます。ちょっとですね曇りが続いて徒長してます。かなり20センチぐらいですね。この葉の枚数に対して、軸がですねかなり長くなってます。まあちょっと今年はですね、まあ失敗するかもしれないんですけれども、まあ作ってしまったので、植えてみます。なんかすごい音がする。これは128ケツのセルトレイですね。に発種したプラチナコーン苗になります。でここ植える時のポイントですね、まあ、前回の方でもご紹介してましたが、またですね、動画ご覧になってない方もいると思うのでちょっとまた説明させていただきますが、こちらの128ケツセルトレイですね、播種したところから、苗が、できましたので、これをですね、まあ、引き抜きます。でこちらの根鉢がですねきちんと、巻いているもの、引き抜いてもバイドがですねこのように持っても崩れないものを植えるようにしてください。でこの時ですね、ここの主根、根っこ、先端ですね、これが外に、マルチの外に出てしまうと活着はしません。背丈がですね小さいままで苗が終わってしまうことがありますので、きちんと根っこはですねこのマルチの穴の中に入れるようにしてください。で今私の方はただ植えてるだけなので、後からですね、あちら土をかぶせてもらってます。じゃあこちらですね、苗をですね植えた後このままではダメです。このような今日みたいにですね天気が穏やかな時に作業をしますので、マルチの方はバタついていないので大丈夫だと安心していると、急にですね大嵐が来た時、ここマルチの裾がですね、マルチの穴、ここがここから空気が入り込むとマルチが持ち上がっちゃいます。簡単にめくれちゃうので、ここの肩のですね通路にある土を必ず株元にかけてマルチの穴を塞ぐようにしてください。でできればですね指で塞いだ後に指で軽く押すといいです。でトウモロコシはですね浅く植えるよりは深く植えた方が風に対して強くなります。まあ、夏野菜とかはですね浅く植えるのが基本なんですけれども、こちらのトウモロコシに対しては気持ち深めに植えてください。でこれ植えた後にですね、まあ、マルチのこの植え穴に土をかぶせてこうやって押さえるのはもちろんやるんですけれども、それプラスですね、これだけやっていても、まあ今年はたまたまですね雨が多い年なので、これが土が乾かずにずっとここのマルチの上に乗っていますが、雨が降らない年もあります。そのような時にこれだけでは、これがですね風が吹くと全部飛ばされちゃいます。で風が吹いてですね吹き続けるとこのようになって、ここがいずれバタついてマルチが持ち上がっちゃいます。それをですね防ぐためにマルチのここの中央、だいたい4メートルか5メートル大きいぐらいにですねこの通路の土をですね一握りでもいいのでかけて上に乗せておくと、これ重しがあり、これでこれだけかけておけばですねまずマルチは飛ばされることはありません。これがだいたいマルチ、トウモロコシ以外の野菜もそうなんですけれども、マルチで植える場合はですね、これをやるだけで、
全然ですね違います。風の対策ですね。一度失敗して、風にですね煽られた経験がある方はですね、大体もうこの上にですねこの土をかぶせたり、もしくはここに、紐でですね固定したりですね、いろいろやってます。でそのような経験がない人はですね、ただ植えるだけで、ここをマルチをですね穴を開けっぱなしで、いずれですね経験すると思います。ここに風があってめくられてしまうというですね、ですから必ずこのようにする。これマルチ剥がされちゃったらもうおしまいですからね、後からマルチを張り直すことはできません。ちょっと徒長しちゃってるので軸が軟弱ですね。はい、こんな感じですね、うちの方ではトウモロコシ定食を、1人がですね植え付けていって、で後からですね、もう1人の人が後ろから土を、かぶせる作業をしてきます。1人でですねこれセルトレー水分含んでいますので、ずっとですね持って、植えて、で覆土もする作業もやりながらやってしまうと、これずっと手で持っていると疲れてしまいますので、やるときはですね先に植えてから、終わってから次に覆土をですねした方が体の負担も楽になります。まあこのようにしてですねやるようにしてみてください。はい、それじゃあですね、こんな感じでトウモロコシの定食ですね作業になります。そういえばですね、先ほどニュースの方ですね、ちょっとちらっと見たんですけれども、九州の方がですね大雨がすごいらしいですね。1週間で1年間に降る雨の量がもう降ってしまったというぐらいですね、かなりな、大雨が降ってるようで、また災害がですね起きないことを祈っております。視聴者様からですね、いつもコメントいただいている方で、九州の方に住んでおられる方もですね、中にはいらっしゃいますので、今心配しております。何事もなければですねいいんですけれども、避難指示など、出ている状況なので、早めにですね、避難とかですねするようにしてください。こちらの方はですね今のところ雨は降っておりませんが、また、今夜からですね1週間から10日、かけて雨が降るとの予報が出ておりますので、まあ、栽培の方はですね野菜の方は、それに合わせて、少しずつですね定食をしていきたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。